はい、先日なんですけども、私の動画チャンネルの方にですねコメントをくださった方がいらっしゃいまして、どういった内容の動画だったかというと、セッティングについてですね、スノーボードのセッティングについてだったんですけれども、大切ですよねという話でしたね。で、まあ、もちろん上達の速さにもつながると思いますし、安全面にもつながると思いますし、何よりこう楽しさですね、楽しさにもつながるということで、自分にこう合った道具のセッティングっていうのをしたらいいんじゃないかということで、それについてこう賛同していただいたというふうに私受け取ったというか、まあ、文面も大切ですよねということでいただきましたので、動画出してよかったなというか、嬉しかったんですけど、でそれについてこういろいろこう思い出してですね、で過去にもその携帯工具ですね、それについての動画も出したんですけども、私だけではないと思うんですよね。常にこう特にスノーボーダーの方って携帯工具持つ方も少なくないんじゃないかなというふうに思います。でスノーボードに限ってのことだと思うんですよね。その工具でちょこちょことこうセッティングを変えるっていうのは、スキーであればそんなに工具を持って滑ってる方っていうのは本当に稀だと思うんですよね。まあ、最悪ゲレンデにもこう作業台ですとかプラスマイナスドライバーとかあるわけで、であるんですけれども、これ私だけかも分からないんですけど、何かこうなんか独占してるような感じで、ちょっとこう気が引けちゃうんですよね。まあこれは私だけなのかな。で、まあ無駄に経験、年数が あるっていうのも関係してるのか分からないんですけど、まあそこはですね、たまに滑ってたまにしか滑れないであろう、まあ雰囲気の方、これも勝手な私のもう偏見でしかないんですけど、まあ、そういった方を優先にですね、万全のセッティングで楽しんでもらいたいなっていうのがなんかこう前からありまして、まあ私なんかこの別にコースの端ですとかね、平らなところがあればものの数分で別に事足りるというか、セッティング出るわけでできるわけで、まあ、わざわざそこをですね、特に混んでる週末なんかですね、なんかこう気が引けちゃうんですよね。まあ、台がですね3台も4台もあれば別にいいんですけど、どうでしょうかね、だいたいそのゲレンデ見渡してもやっぱりこうリフト乗り場、降り場にこう1台ずつっていう感じが、だいたい主流というかだと思うんですけど、まあそういった感じで、で私その同じ道具をですね、本当に気に入った道具がありまして、そのバートンのマルチツールというか携帯工具なんですけど、でそれはまあ元はですね全くその存在を知らなくて、知ったのはその十数年前にスノーボード仲間からですね、これいいよということで、使わせてもらったのがきっかけでですね、で今はそれをもう3つ、持ってまして、いや違う、そうですね、で、まあ、これが話のオチなんですけど、3つ持ってたんですけど1つこう落としちゃったんですよね。本当にそれが悔やまれてそのセッティングの動画にコメントくださってですね、で、まあ、そのせいっていう言い方もちょっと、なんかもう申し訳ないというか、なんかもう、ちょっと違う話なんですけど、そのことでですね、そういえば携帯工具なくしたんだよな今年と思って、ポケットに、太もものポケットにですね入れたつもりが、やっぱりこう確認しないでですね、で多分そのままするって、落ちて、まあ、誰かに拾われて使っていただけたら、まあまあまだまだいいかなというふうに思います。まあ転売とかされてたらちょっと悲しいんですけどね。まあでも1000
2000円もしない品物で、私も購入したのは数百円とかそんなもんでしたので、まあ、また買えば、まあ、物は手に入るんですけど、意外とこう心の傷というか なかなか後を引きますね いや、本当に気に入ってて、もう最高の使い心地で、で邪魔にならないですしね、本当に良き相棒だったんですけど、まあ、残り2つあるんですけど、また1つ買い足そうと思います。これウェアもに合わせてですね、その入れ替えた時にその忘れるっていうことも結構ありましたので、もう1着につきもう固定で1つということで決めてですね、もうそれがもう私の決め事というか ですので、また冬が来る前にもう1つ買い増ししてですね、快適に過ごそうかと、楽しもうかというふうに思った次第です。はい、ということで以上。